正雲志流は日本で活動しているプロレスラー。2004年、北京学院大学のプロレス研究会からの留学生として日本に登場。2006年1月1日、所属している新北京プロレスの現場監督に就任。2007年3月11日、DDT プロレスリング北沢タウンホール大会で DDT の4ブランド対抗戦に勝利して新流に、 新北京プロレスの日本公演を頼み日本公演の開催が決定。6月6日、新木バファーストリングで新北京プロレスの日本公演、新北京プロレスジャパンツアー2007を開催。ゴングの代わりにドラが使用されてカウントも中国語で数えられるなど、セットや衣装まですべて中国から自家輸入された。しかし、実際の生まれ育ちは青山一丁目で、 日本大学分理学部地理学科を卒業して、同大学院を中退しており、学生プロレスで、マンツインポーの名で活動していたという説もあるが、判然としない。また、スタイル E に参戦している最長運秋都市、ガッツワールドプロレスリングに参戦しているハリワ平、ダイヤモンドリングに参戦しているナマズマンとの関係も、指摘されているが、これも定かではない。マッスルでは毎回、 これらの件や、明治記念館、ラウンジ近景でアルバイトしているのではないかとの疑惑を、ネタにされて、大いに動揺して崩れ落ちている。また、マッスルの演出の中で、ギミック禁止、ないしギミックの変更がなされた際には、大吉、まさの日本名で呼ばれているが本名であるかは定かでは、ない。DVD、マッスルヒストリーボリューム6の特典映像、マッスル、境手作り、 チョコプレゼントでも自宅が出た際に、藤波達次と武藤慶治のサイン入り色紙に大吉の名が記されていた。DDT プロレスリングで矢郷義明は人間か、マミー化したのかで争っている中澤マイケルとの最終決戦の煽り VTR でも大吉正の名が出ていた。ありがとうございます。